光はどこを指している。皆さんこんにちは。香川亮の今を生きる。今日は映画、舞妓と闇の赤い手紙の、原作者そして脚本家の小林久子さんをゲストにお迎えしました。小林さんこんにちは。よろしくお願いします。こんにちは。舞妓と、闇の赤い手紙、はい、この間僕も見させていただいたんですけども、ありがとうございます。なかなか面白い、ありがとうございます。ホラーなんですよね。ホラーですね。最初からっていうか、そのいろいろこうなんていうの、作り変えていく段階からちょっと見てたんですけど、はい、最初のうちはね、監督のあれで、あんまり大したことないなと思ってたんだけど、最後に見た時、おお、これはなかなか面白いなって。2回目見た時ですね、うん、はいはい。やっぱりあそこでそのなんていうのかな、シーンのこの迫力がない、全然違う。特にその電車の信号がカン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 ってなってくるシーンなんか、あれなんかすごい迫力があって、緊迫感があってね、ああ、いいな、良くなったなと思いましたね。編集をだいぶ変えたんですよ、1本目から。はいはい。編集を変えたんだと、音を結構直したんですね、はいはいはい、それでだいぶ見やすい、そうですね、面白くなったと思います、ね、あれすごい緊迫感が出てきて、はい、そしてシグナルのカンカンカンっていう、はい、音と、それからこの揉み合い、はい、それでそのカメラワーク、はい、列車に近づいてやる、あのカメラワークで結構緊迫感出てましたね。あれはそういう意味では良かったと思いますね、はい。普通の J ホラーと違ってアクション的要素を入れたんですよ、今回のホラーは、はい、でアクションホラーという新しいジャンルに挑戦しようかということで、まあ、監督とかなりトラブって喧嘩しながら、揉めな、揉め天才的なマッツンとほとんどもうほぼ精神的にはもう取っ組み合いをしてですね、揉めたけど、まあ、お互いにも目指すゴールは一緒ですので、はいはい、面白い映画を作るっていうことが目標なので頑張らせていただきました。バトルしたんですね。バトルですよね。男同士だったら本当にもう流血だけど、一応向こうは私の方のがずっと年上だし、女なので一応はまあそういうことにはならずに済んでますけど、血みどろの戦いになりそうです。そうですね、はい。で、それをなんか国際映画祭っていうか、はい、出すような、そうですね、今もそれ視野に入れて、はい、バンバン海外に出していこうかと思いますので。例えば映画の、はい、その国際的な映画祭っていうのは当然英語でやんなくちゃならないですよね、はいはい、翻訳も、はい、字幕、翻訳はもう全部自分でやっててですね、字幕スーパーを、自分の脚本を自分で英語に翻訳して、うんうんうん、でそれをスーパーで下にサブタイトルして流してコンクリに出すんですよ、はいはいはい、英語つければまあ大体の国は知ってる。そうですよね、はい、で他の監督さんのもやってるんですよね、はい、はい、かなりいろんな、なんかこの間、ニュース、ニュース中、はい、国際映画賞でいうと、インターナショナルインディペンデント、フィルムアワードってはい、ロサンゼルスの賞ですね、はいはい、あとサンノゼインターナショナルフィルムアワードですね、はいはい、その2つタイトルで、伏見監督、伏見優作監督の、はいはい、ですね、東京サバ女子令っていう、はい、映画の方で去年で、はいはい、訳し、私が監督でじゃないんですけど字幕作ってですね、はい、それで、はい、トップですか、1位ですか、ですね、150作品はい、世界中から集まってきたんですけど、はいはい、その中でトップ9の中で特にグランプリっていうのはないみたいなんですね。あ、はい、9本選ばれるようで、ね、なんとか賞、はい、なんとか賞っていう、そうです、はい、はいで、はい、もちろん当然撮影賞です、撮影賞、当然あれですよね、外人、アメリカ人とかそういう方が審査員なわけでしょ、はい、あ、そうですね、やっぱりアメリカ人だと思いますね、はい、審査員は、うん、はい、ということは外国でも通用したってことですよね、我々の日本の映画は、うん、そうですね、やっぱりそれが私としては一番嬉しいんですよね、うん、はい、やはり日本人の監督さん、うん、優秀な方いっぱいいるんですけど、うん、はいはい、言葉のハンディで海外出せない、ね、そうですよね、はい、でうまく伝わらないんですよ、で、はい、英語もやっぱり単調な英語で訳されてることが多いんで、心情まで
そうですよね、観客に伝わらないことも多くて、ね、ましてスラングとかそういうのも使う時ありますからね。やっぱりネイティブの人がこう、うん、パッて分かってですね、はい、瞬間的に分かって、はい、あのパッて感情移入できる表現を使わないと、ね、はい、なかなかあの賞っていうかグランプリとか取れないので、そうですよね、はい、そこはやっぱり面白い表現がないとね、はい、うん、そうですね、あの日本でいくら面白くてもそうだ、もったいない役がね、はのんべんだらりとしてたら何も面白くないですから、ね、そうなんですよね、やっぱりそこパンチ効かしてそうですね、そこが脚本をやりながら字幕やってるっていう、はいはいはい、まあ、これからどういう風な形で脚本家として、はい、映画に関わっていくような感じなんですか、うん、まあもちろん脚本はメインでやってたり、はい、例えば今からかかりつけのやつとかあるんですか、はい、あ、ですね、今は、主にラジオドラマずっと連続でやってまして、はいはいはい、西東京の方でずっと一緒だよっていうラジオドラマで、はい、それは東北の大し、あのすいません、東日本大震災ですね、はいはい、そこで迷子になった小さい雑種犬が、はいはいはい、主人をずっと12話探すんですけど、そのラジオドラマの方を書いてまして、それは何ていう放送局ですか、はい、西東京 FM、 あ、FM 放送局、はい、FM ですね、あ、なるほどね、はい、そこで15分間ドラマを12話あの流してまして、はいはい、で、はい、それは割とですね泣ける話、はい、それはあのアーカイブされてんのかしら、ですね、西東京はされてないんですよね、あ、はい、じゃあジャストで聞くしかない、うそうですね、リアルタイムで土曜日、毎月第1土曜日の9時15分から30分、はいはい、あ、9時30分の15分間です、ね、はい、わ、はい、かりました。じゃあここでそのマイコと闇の赤い手紙の、はい、俳優さん、はい、演じた、はい、ヤクザ役、怖いヤクザ役で出てきていただきましょうかどうぞいらしてください。いや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 、マイコマユコの赤い手紙ね、闇と赤い手紙で、あのドチンピラ役でね、わしやらしてもらってますね他にもそれ以外で悪役を主に中心にやらしてもらっとる浅田やすてる、今よろしゅう頼ます。リアルで怖いっすね笑顔ですね、今日は番組やからな、役ちゃうからこれもう少しこっちに来ないと、うわー入ってまいかー、ちょっとなかなか密着してまんな今日これ挟まる、いやこうドキドキしまんならわしこういうキャラにそういうキャラの浅田さんですね乾杯しまいか、乾杯まあいい調子で、もうちょっと興味ないと入りそうなんですが、まあ、なんで本番なのに酒持ってんの酒持ってるんだ、楽しかった。まあこれはインターネットテレビ放送のならではのあれですね。そうだよ、やばいですねまあちょっとここから真面目にいきましょう。 OK、 はい、じゃあ浅田さん、ちょっとプロフィールを、はい、あ、わしのですか、はい、手短にこの後小林さんのプロフィールも言いますんで、うん、はい、まあね、もうわしの方はもう主に、これヤクザ、もうチンピラ、はい、借金取り、囚人、アルチュー、盗賊、敵や、もうね、非日常の役作りに困るような役ばっかり悪役をやってる。もうこれオファー決まんねえや、これあ、そうですか。もういや、ほんまはね、ほんまはそらなんか熱血先生のね、教師役とかおう、あるいはなんかちょっと日曜大工とかやるようなね、あのサンデーパパ、子供思いの家庭を大事にするような役とかやるはずやのに、なんかもうどこで道踏み外したのなんだけど決まんねん悪役。この先生もそうですよ、小林先生もわしにこのチンピラ役で要求者あるから、いや僕もそのうちお願いしようかと思って。あ、お前またチンピラでかわしい、いやいや、あの精神病院の中のヤクザの大親分を、あ、もう言うてよろしいねかこれ、ほんまですか、いいですよ、プレですから大丈夫ただそのコロッとあの変わっちゃう、うん、要するにあの統合失調症っていうよりも躁うつ病なんだよその人は。おー、凄んでみたと思うと急に弱くなったりとか楽しみでんなこれ、また役作り、いや厳しいっすよ、だからあのその代わりギャップがあって面白いかもしれない。ああ、じゃあよろしゅうだな、マッサンマッサン。いきなり仕事のキャスティングそれ、マユコの話だよ。出演、出演オーバー、出演オーバーもろてね。じゃあ小林さんのプロフィールをどうぞ。私のプロフィールは、まあ、脚本家です。主に書いてます。
はい、あと今度舞台で9月に、流星プラットフォームはいはい、自分革命っていうのも同じフレッシュで、はいはい、放送してますので、うん、若い俳優さんどんどん使わせていただいてますので、わ、はい、かりました、じゃあそれはそれで、じゃあそこから、じゃあちょっとマイカの方の内容に入っていくんですけども、はい、小林さんが、脚本を書く、そしてその字幕に英語翻訳をなすったということなんですけども、はいはい、浅田さんが出演しているそのシーンで一番苦労した英語の内容ってはどんな感じですか？なんでか、多分ヤクザ役の英語なんで、かなりスランギーなところがあったような気がするんですけども、なんか金玉関係は、あ、それよろしいな、女性が言うならあれだから、ちょっと浅田さんその一部分をカメラ目線で、うん、あじゃあその喋ってみてください、ね、ゼリフをじゃあ、いや言いまよか、はい、そろそろ、我金玉ちゃんいって短所にさらすからね、これあ、そういう感じですか、ね、それは英語に訳すとどういう風になるの、どないでっか、これ英語で、いや、じゃちょっとテロップを持ってきた、テロップをテロップをね、自分で書いて忘れちゃってるんでね、ごめんなさい、これですね、はい、お、まず、日本語の方、こんなこと普段絶対言わないよ。これを言ったら絶対怒られる。もうちょい上ですよ、はい、金玉ちょん切って短塩にさらすからなって、まあ、多分一生のうち一回も言わない言葉だと思う。いや、わしも大阪長いことすると言うたことないからね、これすごい痛そう痛そうすごい痛そうですね。で、自分でこのセリフを脚本で書いてしまって、これどうやって国際映画祭送ろうかなって、はい、散々考えたんですけども、はい、I will catch your ballinto sliced sausage for barbecue というふうにちょっとアメリカ人に親しみやすいようなバーベキュー入ってるっていうのはすごいねな、これ単純やから、あー痛いけどバーベキューで焼くんだみたいな、カットしたのに焼くんだって、まあなんか英語やったら楽しそうでんな、これ日本語、これがやっぱりこんな人として道外れてるけど、これ、はいはい、これ言うとちょっと頭がおかしい人だと、いやでもこれを例えば、はい、ね、ヤクザの人がアメリカのですよ、マフィアの人が言いますかね、なんか、はい、I will cut your balls into the sliced、うん、スライスちょっとミートボールにしようかソーセージにしようかすごく悩んだんですけど、ソーセージをバーベキュー中いい大人がそれをずっと一晩中考えて、やっぱりソーセージの方が親しみがあるんじゃないかということで、私の字幕は割と直訳じゃないんで、どうやって面白くやるかっていうことで、多分マフィアの人に言ってもちょっと頭おかしいと思われるだってあんまり原型ないもんね、あの日本語のなんか全然凄みがないっていうか、どの単語がなんか短所で金玉なんや、わかりませんボールはなんとなくね、あれやけどね、でも面白いです ね、次のなんかあります、あのどけとか、どけっていうのは、うん、まあ、浅田さんこれ読んでもらいます、どけっていうどけだけいきまっかんだ、どけやこれこれがチンピラのどけですね、うん、で、これが、はい、こっちですね、はい、ムーブユアスじゃ言われこれは俺も言える、こんな短かったムーブユアスって、このムーブユアスじゃ、お尻のことアスで、ケツを動かせという、おー、はい、それが時計を割れってことなんですか、そうです、ケツに火つけて急げやいうことですね、絶対喧嘩します、これ絶対喧嘩するので、ま、マフィアに行ったら殺されそうです、ね、はい、絶対話してはいけない英会話単語集なので、じゃあ次行きましょう、必死で働け、はい、うん、必死で働け、はいそれはなんだ、ちょっと浅田さん、はい、これチンピラが言うと、本当にこれ
必死で働かんか言われくる。はい、あ、すごいですね。俺はめっちゃイメージ悪いまんまちゃいまんのこれ、こんなことまで番組でこんな言うと。バスと言わアスですね。これがバスと言わアスか。はい。間違え。ああ、ね、バス言わアスって。はい、じゃあこれをチンピラに言ってもらうと、バスと言わアスを。バスと言わアスジンコル。あ、これ次なんか可愛く言おうとしてもなんか失敗してる感じがする。これ次ですね、はい、ゴーチャのガチャのガサラっていうの、はい、バスと言わすって、ちなみにバストって、うん、あのお尻の穴が爆発して飛んでくみたいなイメージ、ね、あーそのぐらい働きなさいよという、よくどうしてもお尻の穴が出てくるんですね。あ、そうですね、好きでんねん原因。先生好きでんねん原因なお言葉。アメリカ人ってそういうお尻の穴が好きなんですかね。アスとかね、パックとかすごい好きですね。じゃあ公開ごちゃごちゃは行きましょう、はい、あのじゃあごちゃごちゃ、はい。はい、どうぞ浅田さん。ごちゃ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 抜かすなこれ。それを英語で言うと、はい、ask で言うと、うん、はい、じゃあ、はいはい、もうちょい上、はい、Who asked to you? Who asked to you? Talk, Jay! 絶対ぶん殴られるね。これは全部ジャイブ。これは直訳するとどういう感じなの？これ直訳、直訳だと、あの誰がお前に何か言ってんだとかいうこと、うん、お前に話せと誰が頼んだっていう、口を聞けと誰が頼んだって、うん、それ挑戦的なんですね。あそれを、そ、こう訳するとごちゃごちゃ抜かすんじゃねってことになる。そうですね、うん、お前に話す口を開けたを頼んだ覚えはないと。アスクでそういうことね、うん、そう、うん、そうですね、そういうことですね、すごいやらしい。じゃあ、うん、最後にじゃあこれいきましょう。はい、最後で、はい、こんなセリフわし言ってない。あのバカ、あのバカなビールですね。はい、あのドアをビビっとるの。いや面白い。それを言うと、これ親分が、じゃあこれ、あのまず私言いますね。長いなこれ、長いわ。The seat head will have a shit in his pants. パンツ？パンツ入ってますよ。パンツ、はい、どこにありまんの今のバカがビビるで。どこにパンツをまんのこれ。じゃあ、さあさあ、これこれ読みながら、これ直訳するとどういうことなんですか？ The shit ね、これ。The shit head. The shit head will have a shit in his pants やの。絶対怒られますこれ。これを直訳でちょっと意味を言ってくれますか？シットヘッドってクソ頭っていう意味で、はい、バカ野郎っていう意味で、はいはい、で、クソ頭がパンツの中にクソを漏らすだろう、はい、あのビビるっていうめちゃめちゃ汚い言葉ですね。ひどいでんな。要するにビビって恐怖のあまり漏らしちゃうだろうって。そうですね、あのシットとシットちょっとちっちゃくかけてありますもんね。そういうあのおしゃれな試みを、あ、はい、そういうことね。これいやめちゃめちゃ本当に汚い言葉なんですよ。そうですね、ワーセンテンスにシット2つ入ってくるあーなるほど。英語だけ聞いてたらなんか俺はね、日本人ってやっぱどないしても思いまんがな、このなんか綺麗に感じまんねんけど、言ってることはひどい英語で。そうですね、よくなんかね、ハワイのおしゃれなカフェテラスとかでこういう話を、ね、うん、されると、もうみんな品種を買っていなくなっちゃうという。リゾート地とか、いやなんかいらっしゃいませみたいに貼っててもおかしくないんやけどねこれ。なんか英語やったら軽蔑、うん、軽蔑されたい時はね、使っていただくと。わかりました。はい、じゃあ、まあ次いきますんで、このマイコと、闇の赤い手紙っていうのは、マッツンが、はい、監督ってことです、はい、マッツンっていうのは松岡俊さん、うん、松岡俊監督ですね、うん、で、はい、その、原作が小林さん、はい、で、まあ、何人ぐらい俳優さんが出てるんですか？大体結構大量にですね、100人ぐらいエキストラ入れるとね、そう、結構ね、お化けとか、ああはいはい、あの出まんね、はいはい、うん、もう自主といえどももうほとんどね、でも制作費ってどのぐらいかかってるんですかね？いや
全部あいつに被せてるので私は分からないですけどじゃあマネジメントも松んが全部やったんですか、ね、しらしいですね。借金取りに借りてでもやりなはれってこれは言うてる。なるほどね。原作そのもので、あの貧乏な監督の話なんですけどね、うん、原作の、うんうん、じゃあ結構あれですよね、松も大変だったんだ。あんまり大変じゃない。いやいや、あれ結構大変ってどういうことですか。いや、経済的にも資金的にもいつも大変なんで。うん、そうです。いや、そう、あんなピー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 言ってますよ、監督が。だからカツアゲしてでも、作りなあれって言うのに。カツアゲしてでも、この銭稼いできなあれ。まあでも、ポーカーフェイスですよね、彼もね、意外とね。ステーキ屋で店長やってたんですけど、どうなんですかね。クビになったかもしれないですけど。肩際やればいいね、あの大将は。でも、僕もね、その松に続いて、やっぱり自分も、映画作りたいと思ってるんですけども、うん、もしそういう道筋を考えた場合に、なんていうのかな、その多分いろいろいると思うんですよね。今映画祭とかいろいろ流行ってるし、うん、やっぱりそこからまた優秀な人材も出てくると思うんですけども、うん、それをやるにはやっぱりまずマネジメントから俳優さんとか脚本とかいろいろあるじゃないですか。そうですな。そういうなんていうのか、近道っていうか、この道筋でなんか推薦されるというか、なんか。まあ、ちょっと前に出てる人たちから見てこういう風にやるといいよっていうようなアドバイスみたいなのあります？自主制作に対する、そうですよね、はい、アドバイスですね。なんだろうな。なんですかね、アドバイスって。あと、いやでもこう、まあ、役者目線から言うたら、うん、こうやっぱり一つ一つ丁寧にね、うん、あの役を演じることで、うん、あ、それに対してまあ評価してもらって、うん、でまた、うん、はい、次につながるみたいな。ね、いや実際香川さんがってね、さっき言ってくれた嬉しいねんがな、うん、わしの絵、あ、この眉子の作品見て、うん、チンピラの役見て、あ、いいなと思ってくれはったから、また作品をオファーくれはった、うん、まあ、そういう役者目線で言うたら、うん、その部分でな、うん、まあ、監督さんもだから、うん、自主映画でも、うん、一生懸命丁寧に作ってるのがやっぱり評価されたら、うん、そうですよね、また次につながったりっていうことちゃいまんか、それは、まあ、うん、まあ僕が例えば、まあ、映画本当に作ろうと思ってるんですけども、うん、まず脚本を考えなくちゃならないんですよね、うん、まあ、小林さんがいるからいろいろ、まあ、お願いもできると思うんですよね。またあともう一つ俳優さん、うん、それもやっぱりお願いしなくちゃならない、うん、自分ではできないですから自分一人でね。だあともう一つがマネージメントですよね。やっぱりそういう人をお願いするとどうしてもお金が必要で、ただでだってもやってくれないですから、うん、まあまあまあ、そらね、商売やからね、お仕事やから、それ、何かやるんでもね、手弁当ってわけにもいかないし、ちゃんとお金も交通費なり、ね、かかったお金払わなきゃいけないですから、うん、となるとやっぱりかなり障害があると思うんですよね。経済的な問題からその脚本の問題、それからね、役者さんにうまく演じてもらう問題から場所の問題、カメラの問題、そういうすべて、いろんなものすべてが、まあ、自主映画でやると自分にかかってくるわけじゃないですか。まあそうだよな、うん、大変ですよね、スポンサーがいたあれからね。そうですよ、ね、まあお金を何千万とかね、何億とか出せればそれは別ですけど、それでも失敗したりする人たちがいるわけですから、その中で、うん、その小ぶりながらもいい映画を作ろうとした場合に、やっぱりなんか相当大変なハードルがあると思うんですよね。だから僕なんかもう、ああ、ほら面白そうと思って挑戦するわけですけど、まあ、僕の場合は自分の持ってるコンテンツがあるんで、そこからその、脚本を起こして、それでそれを監督して俳優さんお願いしてっていう風にね、やらなくちゃない、うん、ただ僕もノウハウをほとんど知らないので、やっぱりそういう意味でこういう風な形で人脈があるとすごく嬉しいですよ、うん、もちろんそのね、ただでやってもらうとも思ってないですけど、うん、ただやっぱりそれなりにローコストでもできそうな感じにはなってくる、うん、ところが全くのサラだったら完全にもう相当のお金を払わなきゃならないってことになってくるわけじゃないですか。ましてやそれを海外のね、そういう映画祭に出品するとなれば、またそこで字幕も必要になってくるわけじゃないですか。だからやっぱりね、小林さんみたいな人をお願いしなきゃなと。やっぱり映画ってのは総合芸術ですから、うん、その一人だけ突出してても何の意味もないんで、やっぱりそのこんなばっかりおったらいやいや成り立てへんからキャラクターはキャラクターでいいんでずーっとわししかおらへんみたいな、わしみたいなだからいろんな人が集まって
いろんなことやって面白くなって、うん、そら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 、だからそういう意味で僕はすごく魅力的なんですよね。もともと僕も精神病院の中いたんで、そのいろんな人たちがいるわけですよ。ヤクザがいたり、大学教授がいたり、スケコマ氏がいたり、薬中がいたり、アル中がいたり、そういう中でそのキャラクターを生かすっていうのはやっぱり自分一人じゃできないんで、だね、まあこれは個人の話やけど、もうね、今までこう役者、さっき言ったように敵ややらチンピラやらやってまうがな、実の親がね、それ見て、お前ほんまくれぐれも念のため言うとくけど、本職のその筋の人になるなよ。こんなん言われまんねんで、こんなん言われまんねんで、実の親にまだの息子信用できへんのかい。さらにはアクション指導の先生、立石の、はい、こんなに手錠が似合う役者はおらへん。日本で一番手錠が似合う役者。こういう風ですか。こんなん言われまんねん。もうね、もうなんか真由子のね、今回のドチンピラ役もそうやけど、もうね、もう、あ、香川さんのこの番組ね、香川さんの今を生きるだから、はいはい、これはもうわしの番組やったら、これ浅田康輝の底辺を生きる。もう底辺、もうわしの人生と一緒だよ、この真由子のドチンピラ役。もう末端の人間の、もうほんまどうしようもない。そう、いやでもそれは浅田さん、僕は通じてるのはそのわしの人生と一緒の、その庭園生きてのこんな手錠が似合う役者言われて、実の親から本職になるなよって、こんな頂点やおまへんやろ、わしの人生決してピラミッドで言うたら絶対した。いやでも絶対した、一番した。それだから字で言ってるからいいんじゃないですか、役者として。ただそうで、ただね、いやただね、底辺でもね、底辺っていうことは当然と一番下やねんから、下見てきりないどころか、下がおまへんねん、もう。ああ、なるほど、わかります。下がないの、下がない、後ろ振り返ったって誰もおりまへんねん。俺が最後の列で一番後ろで一番下っていうことは、人生前向くか上向くかのだけでんねん、そう、俺の人生は、このピラミッドの、はい、あの頂きのこの頂点のここの先っちょに行くだけでね、俺の人生は下がないんやから。いいじゃないですか、僕もそうでした。これがわしの人生でね、これはまあ個人的な話。いやだからあとはもう登るだけじゃん。そうそう、だからね、頂点のこの頂きのこの先っちょにおるチャンピオンの人ら、世間世の中のチャンピオンの皆さん言うときますぜ、もういつかのわしのためにせいぜいこれチャンピオンベルトしっかり磨いときなあれ、ほんな首やろうて待っときなあれ、お前首やろうて、そのうち取りに行くでってのほんとしとったら降ろされますぜ、これ偉そうに言うてすんまへん、偉そうに言うてすんまへん。いやだけど仕事機が偉そうにすんまへん。いや僕もあの、ね、病院の中いたんでその通りですよ、もう上ばっか見れるしかなかった。そうそうそう、もうあとは何もないんで、チャンピオンはしんどいです、背負われるねんから、あんなプレッシャーも、これわしなんかほんと失うもんお前やんこのほんまこの眉子のドチンピラと一緒。ただね、小林の先生がそんなドチンピラの底辺の役にこう光を当ててくれはったんねんかな、これ。いやもうね、当て書きって言うんですよ、脚本は。こういう先にキャラとかの俳優さんがいて書くのは、もうね、この方にもうチンピラの役を当てはめたくて書くよって書いたようなもんね。え、俺もそれ聞いて感動したもんね。もう台本もろって、あ、これ間違いなく俺の役やなと思ったもん。もうドンピシャのハマり役だった。会いたくて切ない夜。